このコーナーは椎名ちゃん出演者の椎名めぐみと北川風花、スタッフの越前定子の3人が秋田県内の飲食店を食べ歩きしながら街ぶらします。今回は新鮮な魚介類が人気のお店、海鮮酒場浜浜にお邪魔します。本当素晴らしい。サメなんかもそうですもんね。あのこうガッと食べて、あの喉で潰しながらこう飲み込んでいく食べ方するので、それにちょっと近いのかもしれない。サメ？サメ？喉で潰しながら。サメってそうなんですか？らしいですね。だからもうあのサメに食べられちゃった人とか生き物はもう多分ここら辺でこう潰されてる。ちょっとおっかないですね。喉強めなのかな。喉で潰す。上手。よほど鍛錬が必要だと思うんですけど、カツカツの食をね、ちゃんと食べてきたから。言葉いらないですもんね。カリーした。カリーした。味が伝わらん。うまい。でもと面白いなのね。ちょっとほら、いやー、大変だったからね。カレー食べた？カレー食べた。カレー美味しいよ。カツカツ動いてるかい。すごいね。うわ、カキもう一個いただきますわ。見たいですわ。すごい、ちょっとしない表面が。もう一回いきますよ、このカキを。ちょっと見せても。うわ、でっかい。あ、カキ。ちょっとこんなに大きいんですか。大きいですね。プル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 。いただきます。こんなに、うまい。やっぱり間違いないですよね。わかめと一緒に食べるっていうのは、そうなんですよ。これ食感を感じやすくて、あのいい意味で の磯臭さっていうんですか、こうあのすごくね、なんだろう、鼻に通るこう磯の香りなんですかね。いい、お互いがこう、もうベストカップル。そうそう、そうベストカップル賞ですね。わかめとこの2023、椎名ちゃん梅物の映画ベストカップル賞はこちらのわかめと岩垣さんですね。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。これは本当に決まりましたか。これは甘辛甘だれ、甘だれかな。はい、どうも、元仲買人の野呂でございます。どうも、店主のストです。牡蠣の時期はもう今期は終わってしまうと思いますけれども、はい、来年またあります。はい、収容人数浜浜最大で60名様の団体様も受け付けておりますので、スポショーだったり、あの会社の集まり、あとはもちろんお友達同士でもお店の方に気軽に遊びに来てください。とにかくあの美味しいもの食べたいと思ったら、魚でも肉でも関わらず、あの自信ありますので、皆さんどんどん食べに来てください。お待ちしてます。お待ちします。次回も3人が梅物を堪能します。